やはり井上さん、はい、この試合もブラントはまず立ち上がりからハイペースで飛ばしてくる。もう1ラウンド目から来てますね。はい、村田が今ようやく最終的に出しました。右左そして今っている村田という状況です。その攻撃できると思います、ね。はい、まあ、あとはどういう対策をしてきたかっていうことになると、パンチはもうグイグイやってるんで、はい、この調子でいってほしいですね。ズバイト、このようにビッグパンチは出して、まあ、動くのは分かってるので選手は1ラウンド目から狙って打てるようになりますから、はい、左や、はい、右のフックです。まあ、試合前からペース配分はガンガン飛ばしていきたいんだという話をしていましたが、言葉通りの展開になっています。左アッパーから嫌がってますね、長谷川さんね。右のフックが返しています。まあ、長谷川さんもランドを第1ラウンドがチャンスを作るのに村田大変な第1ラウンドになりました。今ややちょっと赤いものも、あのボディが井上さん非常に有効だと思います。ボディを前半から、はい、右のフックです。